はい、こんにちは、サクトです。今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。サクトのサックスということで、今回は新井由美さんの優しさに包まれたならということで、デモ演奏と解説をお伝えしたいと思います。この動画を見ることで3つのいいことがあります。1つ目、優しさに包まれたならを吹く大切なポイントを知ることができます。2つ目、曲の解説の中でサックスの基本的な演奏方法を知ることができます。3つ目、 YouTube 動画ですので何回も繰り返し練習することができます。ということで早速お伝えしていきたいと思います。今回吹きましたこの曲は私がアレンジしました。めちゃめちゃ楽なめちゃ楽譜という楽譜を使ってます。これは主に初心者の方向けに、シャープフラットが少ない、反復記号が少ない、1ページ完結型のメロディー楽譜を使ってます。ちなみにこちらは、はい、ピアスコアココミューというサイトで販売させていただいております。1曲単位から買える便利なサイトになってますので、ぜひですね、この楽譜をお手持ちに持っていただいて見ていただくとより分かりやすくなると思いますので、よろしくお願いします。それでは早速解説始めていきたいと思いますが、今回の曲は、G メジャーですね。ですからシャープはこのファーシャープ1個だけで済むというめちゃくちゃ楽な調になってます。音域も最高音は G、最低音は F ということで、非常に吹きやすい調に、音域にアレンジされてますので。はい、ということで、まずはですね、最初のフレーズ、頭のフレーズですね、吹いてみたいと思います。まずこの曲なんですけども、カントリーの曲なんですね。カントリー調です。非常に珍しいですね。あんまり日本ではこうカントリーっていうのは馴染みないんですけれども、まあ、この優しさに包まれたならと、あとカントリーロードとかですね、それぐらいのもんじゃないかなと思いますので、非常に貴重な珍しい曲調になってくると思います。最初はですね、いきなりこう音がジャンプしますね。そうそうということで、ソーソファレシということで、このいきなり、オクターブジャンプしますので、低い方からソーから高いソーまで、音飛ぶときにコツがあります。ソーからですね、オクターブキーを押してこの操作するんですけれども、オクターブ上高い音が出づらいときはですね、サックスっていうのは高い音は息のスピードが速くなる必要があります。また喉の奥少し緊張し気味、口の中は若干狭めのイメージになって吹きます。簡単に吹くコツがあります。それは眉毛をちょっとクッと上げてあげると、いい具合にですね、喉の奥緊張されて、テンションがかかってですね、息がスピード速くなりますので、ぜひやってみてください。高い音は息のスピードが速くなります。コツとしては眉毛をクッと上げてあげると簡単に出やすくなります。はい、次ですね、ラシレラファラソですね。シレっていうのが出てくるんですけど、シがあっ
て、で、レですね。これは運指が、フィンガリングがちょっと大変なんですね。レはオクターブキーを押すのと、この小指以外を全部いっぺんに押すということが必要になってきます。この時ですね、気をつけなければいけないのはですね、ただなんとなく押さえていたら、音が鳴りづらい、音が鳴らないということがあります。それはどうしてかというと、人間の手っていうのは、ご覧のようにですね、小指から動く性質がありますので、きちんと全部押さえたつもりでいても、この人差し指、中指が遅れてくる、もしくはちゃんと押さえられていないというケースがありますので、ここら辺は意識して、全部いっぺんに押さえるということを意識しましょう。この時ですね、フィンガリングの練習は、楽器の音を出さなくてもできる方法があります。それはリビングとかですね、くつろいでいる時に楽器を取り出して、音は出さずに指だけ動かして運指の練習をするという方法です。できましたらメトロノームに合わせると本当はいいですね。ゆっくりのテンポからしれしれで徐々に速くしていく、これの繰り返しでこの運指苦手を克服することができます。その後ですね、ラシレラファーラファーラーということでですね、いきなりもう最低音が出ました。ファーシャープはですね、ソーのフラットになります。ファーシャープファーラーソーということで、ソー伸ばし気味になりますので、ここビブラートをかけることができます。ビブラートをかけるポイントがあります。ついつい初心者の方はですね、音の出だしからワンワンかけてですね、しまいがちなんですけれども、そうすると聞いてる方としてはですね、何回も聞いてるとちょっといやらしくしつこく聞こえてしまいますので、おしゃれにビブラートをかけるポイントがあります。それは音の出だしはまずストレートで吹きます。で、音が減衰する頃に優しくそっとビブラートをかけてあげると、そうすると優しい音に、優しくおしゃれなビブラートに聞こえてくれます。ぜひやってみてください。では次のフレーズですね。吹きます。はい。ということでここですね。ソーソーミレスシラソーということで、シラソー、ここの部分ですね、16分音符が出てきますので、早くならないように注意してください。自分がですね、このテンポ早くなっているか遅くなっているか知るためにも、ぜひ練習中はですね、録音してください。ご自分の音をレコーダーで録音して、後で聞き直して、ここが早くなっているな遅くなっているなっていうのを部分があると思いますので、そういうところをあらかじめ楽譜にですね、速くならないとかですね、マーキングしておくとテンポが速くならなく済みますので、レコーダーはちなみに、専用のものでもいいですし、スマホのメモ的なレコーダーでも十分ですので、客観的に自分を聞くという習慣をつけられるといいと思います。はい。その後はですね、まあ、リフレインで同じようなフレーズの繰り返しになります。それではですね、後半の方いきますね。中間のところ、まあ、楽譜で言うと15、16、17小節目あたりを吹いてみます。番号だけ言ってもわからないですよね。ここら辺ですね、ダララ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 、はい、ここら辺ちょっと吹いてみますね。ということで、ソファソファソシレミミですね、ここですね、レシレがありますので、ここも先ほどと同じように運指やや、厄介なところですので、同時に動かすことを意識してください。はい。それではもう後半、まあ、ハイライトに近い部分ですね、ここら辺を吹いてみたいと思います。
吹いてしまいましたが、ここですね、レレレドドーというところありますね。ここがですね、結構タンギングをはっきりしないと何を吹いてるかわからなくなりますので、こういう同じ音が続くところですね、レレレドドー、16分音符でちょっとやりづらいんですけれども、タンギングを明瞭にはっきりとしてあげましょう。タンギングの場合2つ、気をつけるポイントがあります。1つは音が汚くならないように、乱暴にならないように注意してください。2つ目は音が短くなりすぎないようにですね、注意してください。イメージとしては一定の音の帯音量があるとしたら、これを崩さないでそのままの状態でタンギングをして音を一時的にカットするというようなイメージで吹いてください。はい、その後ですね、シドシシラソラありますね。ここですね、ここは音がジャンプしますね。シドシシドシシからシまでですね、結構音ジャンプしますので、こういう高い音ですね、出しづらいときは先ほども言いましたけれども、眉毛をクッと上げると出しやすくなります。ということで、このC最高音になってますね、最高音が C ですので、この曲は本当に非常に吹きやすくなってますね、ということで、高い音は出しづらい場合は眉毛をクッと上げてあげてください。はい、ということでですね、まあ、高い音はスピードを速くという話したんですけども、逆にですね、まあ、楽譜では説明しなかったんですけども、低い音出すポイントっていうのもあります。低い音は高い音の時とは真逆で、息のスピードは緩やかで構いません。しかし量は、息の量はたっぷり必要になってきますので、たくさん息を吸ってください。喉の奥は緊張せずに緩やかにリラックスした状態、口の中は広めになります。で、簡単に吹けるポイントがあります。それは息の向かうスピード、方向ですね。通常まっすぐに向かって吹くようなイメージでしたら、低い音の時は若干下向きで吹いてあげると、そっと優しく吹いてあげると音出しやすくなりますので、ぜひやってみてください。はい、あとですね、ちょっと歌っているように聞こえる裏技あります。それはベンドアップですね。タタタタタタ、まあ、ちょっと歌下手ですいませんね、歌ってるようなニュアンスでベンドアップっていうのがあるんですけども、まあ、ついつい初心者の方はですね、もうこの口の顎ですね、ワウンワウンという形で音を上げがちなんですけども、そうじゃない方法があります。ちょっとやってみますね。一番メロディーの最初の方でやってみますね。ということで、お分かりいただけましたでしょうか。口ではなくてこのキーでですね、ミフラットからミーっていう風にですね、こう上げてあげる、ファーシャープからそうですねっていう風にキーでこうベンドアップしてあげると、これがいやらしく聞こえないんですね。聞いてる方も自然と聞こえますので、おしゃれに聞こえてくれますので、ぜひやってみてください。かといって口で、しゃくり上げるのは絶対ダメかというと、そういうことではありませんね。それがあまり多すぎるとちょっとしつこくなってきちゃうかなという感じになりますので、あっさりと おしゃれにですね、聞こえるためにはこのキーでベンドアップ、音を上げてあげるとすっきりと聞こえてくれますので、ぜひやってみてください。はい、ということで駆け足で説明させていただきましたが、新井由実さん、ユーミンの優しさに包まれたならの曲の解説でした。いくつか大切なポイントありましたね。まずは音、ジャンプするとき、高い音のときは眉毛をクッと上げてあげると吹きやすくなりますよ。あと、運指の難しいところは楽器、音出してないときでも運指の練習ができます。ポイントとしては、メトロノームに合わせて規則的なリズムに合わせて練習しましょう。あと、
音が続く場合はタンギングを明瞭にはっきりしましょう。汚い音にならないように、細かい、短くなりすぎないように注意しましょうという話をしました。はい。あとビブラートですね。ビブラートをおしゃれにかけるときは、音まっすぐに、音減衰するときに優しくそっとかけてあげるとおしゃれなビブラートに聞こえてきますよというお話をさせていただきました。ということで、サックス持ったら一度は吹いてみたい、素敵な曲ですね。ユーミンの優しさに包まれたなら、私がアレンジしましためちゃくちゃ楽なめちゃ楽譜を使ってデモ演奏解説させていただきました。しつこいようですが、ピアスコアココミューでこちらの楽譜を1曲から購入することができますので、ぜひご利用いただければなと思います。はい、ということで解説は以上になります。練習頑張ってください。応援してます。はい、今回も4万円の格安サックスで演奏しました。最近の格安サックスは非常にレベルが高くなってまして、練習でも十分に耐える状態になっていますが、しかし初心者の方はですね、結構いきなり新品で買ってもあちこち調整なことが多いです。また部品がないとかですね、ベルが曲がってましたとか、いろんなことがありますので、まあ、そういった心配がないように私は点検調整して安心安全な楽器を販売させていただいています。ご覧のメルカリ、ヤフオク、ペイペイ、フリマ、ラクマ、こちらの方で、販売させていただいてます。新品のアルトサックスの格安ですね、こちら、またはソプラノサックスも扱ってます。ソプラノはストレートタイプとカーブドタイプの2種類ありまして、カーブドタイプが音がまろやかでメロディーを吹いても優しく響いてくれるので特にご好評いただいてます。また小さくて取り扱いがしやすいので、女性の方やお子様の練習に最適で、ご好評いただいてます。はい、ということで、メルカリ、ヤフオク、ペイペイ、フリマ、こちらの方で販売させていただいてます。今でしたら期間限定、在庫のある限りなんですけども、こちらの超定番バンドレンの青箱シリーズのリードを付けさせていただいてますので、サックスが届いたらバンドレンのリードを使ってすぐ吹けるというようなお得なセットになってますので、ぜひご覧いただければなと思います。またネックストラップ、マウスピース、ネックスクリュー、サムフック、周辺アクセサリーもたくさん揃えてますのでご覧いただければなと思います。また楽譜もたくさん作ってます。ピアスコア、ココミューというサイトで主に初心者の方向けの楽譜をたくさん作ってます。シャープフラットが少ない、反復記号が少ない、1ページ完結型のメロディー楽譜たくさん作ってます。現在700曲以上ですね、登録ありますので、皆さんの吹いてみたい曲必ず見つかります。最近は渡辺貞夫さんのオレンジエクスプレス、カリフォルニアシャワー、マイディアライフ、モーニングアイランドですね、非常に人気です。アドリブ収録版っていうのもありますので、鍋貞のアドリブ譜見てみたい、吹いてみたいという方はですね、私サックス奏者目線で作りましたので、非常に見やすく読みやすい楽譜になってますので、ご覧いただければなと思います。その他にも普通の歌謡曲、アニメソングもたくさんあります。銀河鉄道39、コナン、ジブリとかルパン三世とかありますので、ぜひご覧いただければなと思います。ピアスコア、ココミューになります。ぜひよろしくお願いします。またサックスの演奏に関する情報も発信させていただいてます。サクトブログで検索してください。皆さんはサックスの高音域、低音域で吹き方が違うのをご存知でしょうか。ここら辺教本ではなかなか教えてくれない大切なポイントなんですけれども、ブログで詳しく載ってますので、サクトブログで検索してください。またリードの調整方法や改造方法も載ってますので、ご覧いただければなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画が面白かった、ためになったと思っていただきましたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。今回は以上になります。それではまた。